あ、まさかの。じゃあいいや、もうリッタに買うの諦めた。早いな。チームいくつか。どうした？ボリータス TV。 カノンです。はい、今日はセリアに来てます。セリア、わー。今日やってもらう企画はカゴ禁止。カゴ禁止、カート禁止、両手に持てるだけお買い物チャレンジ。いやー、やった分かって知ってるこれ。うん、やった、めっちゃ嬉しい。やった、はい、やった。ただしですね、はい、欲張りすぎて、もし買い物途中にその手から物を落としてしまった場合、全部自腹で買ってもらいます。え、私のお金で。あ、自腹が分かんなかった。そういうことですよ。かのんちゃんのお金で払ってもらいます。いや、やだよ。お買い物大好きだよっていう人はグッドボタン押してね。ちなみにかのんもお買い物大好き。じゃあ早速行きましょう。はい、はい、それではスタート。どこです？あ、言い忘れちゃった。制限時間です。はい、今から測ってる、測ります。はい。はい、スタート、始まってます。わかりました。どうしようかな。なんで車？館長大丈夫なのか、だいぶゆっくり。かわいい。だいぶゆっくりやってるけど。かわいい。うん。じゃあね、館長ね、これにしちゃう。はい、大丈夫。大丈夫。まあ、余裕。ちゃんと手で持てる。余裕ですね。腰を。ちょっと持てない。それもまあ、まあまあいいか。いいや。はい。じゃあね、よくあるかな。あ、これもかわいいよ。うん。これ他のとこも行ってみる。他のとこも行ってみる。うん、語は忘れないようにして。そうだ、後で選ぶのね。はい。もう私これしか持ってない。だいぶ慎重に。かわいい、かわいい。そうだ、そうだ、私ティッシュなかったんだ。ポケットティッシュな、欲しかったね。どうしようかな。私キティちゃんの方が好きだからね。キティちゃんにするわ。私リンダに貼ってあげたいからリンダにも買おうかな。あるかな、なんかいいの。リンダの。じゃあいいや、もうリッタに買うの諦めた。早いな、早い。この辺はなんだろう、ストラップ系だ。うん、はい、3分しました。なんで意外とないかもよ、時間。これかわいい。じゃあ私これにする。これ、落としたらアウトですかね。はい、慎重にやってください。大丈夫です、慎重に持ってます。お願いします。これリンタに買ってあげます。じゃあ私これ自分のじゃない、リンタの買ってあげるの。ちゃんと持ってなくちゃ。だいぶ大丈夫。それしか持ってないけど、もうだいぶ気をつけないといけない感じだけど。うん。どうしよう。ちょっとさ、大丈夫、時間ないよ。あれ、こんなの欲しいの？
食器が欲しいの。ちょっと待ってね。うん。食器。何だ。欲しいんだけど、嘘なんだけどな。でもこの。あ、じゃあね、私これにしてみる。え？なんでそんなの欲しいの？え、これ欲しいね。あ、まさかの。それに入れるつもりでいるな。そう。そうそう。ちょっと、ずる賢い。ずる賢いのか。よし。じゃあ行ってきます。いや、すごいだろ、お文字だ。ライト光るやつ、うん、あ、彼女もうあれですよ、6分ぐらい経っちゃってる。じゃあ私これにしよう。じゃあ、見せて。はい、ではね、次はね、学校に使うものです。ほう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 。この辺で選ぼう。ちょっと通り過ぎたかも。こっちだ。早く、早く。はいはいはい。何やるかな。意外と慎重に選ぶよ。もっとガツガツいくのかと思ったら。え、まあ落としたら自分で買わなきゃいけないからね。そうだよ、落としたらで。本当に欲しいもの選んでるよね。そう、本当に賢い。めちゃくちゃ欲しいもの選んでる。これにして。何してるの。ビビビビビビって。あー、そういうのいいね。今落としたとこだった。ちょっと気をつけて。よいしょ、 OK、 OK、 はい、はい。見て、かわいいテープカッター。私これで買う。窮屈だ。全然余裕じゃん、それ。そのずる賢戦法で。全然やめますよ。細かいものは確かに落とさないね、それ。いいよ。あんちゃん、あと2分切りました。これかわいい。大丈夫。続け、はい。大丈夫だ。大丈夫だ。ほんちゃん、そろそろ。じゃあ私これにする。ノート、ノートね。ちょっと私もちゃくちゃ。あとね、あとね、1分ぐらいです。あと60秒ぐらい。これかわいい。すごい、さっきのとこ行かなくていいの。またティッシュはいるんだ。ティッシュは欲しいんだ。あ、じゃあね、これかわいい。落ちたらアウトだよ。ほんちゃん、1分切ってるよ。大丈夫。どこだっけ。どこだっけ。遠すぎた。私見失ってます。違うか。この辺じゃないかな。どこだ。マジで私どこ。見失ってます、見失ってます。あと何分。54、マジで3、2、もう無理だ。終了です。マジでうまい。落とさなかったけど、落とさなかったけど、だいぶなんかこうすごいゆっくりしちゃった。だいぶ吟味してたね。やばい、めっちゃパンパン。じゃあちょっとカナちゃんもそれ、はい、最後そこを見せて。いい、もう下を下ろして。ダメですよ。じゃあどうやって重ねるの。